めっちゃ決意痛いです。まあ、なかなかこれだけのコンディションも風がないのが大きかったですね。うん、流れてるんですよ、めっちゃ雨はあって。はい、僕雨大好きなんで。うん、確かにそれは本当にこっちに言われるようないい展開になったし、うん、もうちょっとで言われたかったですけどね、ちょっと危なかったです。結構苦しかったです。ちょっと桜井さんも早めにかましに行ってて、はい、もうそこをしっかり合わせて、うん、勝負だと思って、うん、でもやっぱもうバックから苦しかったですね今日。うん、まあ、もうちょっと頑張ります。昨日よりはだいぶ上げてます。で、その体自体も全然オールスターとかと違うぐらい。いや、オールスターでやっぱ全然ダメですね。あ、よくある。足の感じが、内臓はあの時のよりいいですけど、うん、足の感じやっぱり仕上げてた分厚のは。まあでも練習ができてないですか。いや、なんなん気持ちじゃないですか。ちょっとなんか、まだ今日もなんか今から走るのかなぐらいの感じだったんで、うん、気持ちが入ってこないんで、うん、まあ、しっかり明日、そうですね、準決勝乗れたんで、まあ、しっかり頑張ります。そうですね、まあ、明日も3着でいいんですよ。しっかり先行できる、はい、やることやります。はい、ありがとうございました。